誕生したのは今からおよそ38億年前のことです。時に動物たちは私たちで人間の想像をはるかに超えた神秘的な姿を見せています。さあ、まず最初のニュースは、そんな動物たちの体に起きた神秘的な現象から。うわ、本物だ。これ心霊写真じゃないんです。え、なんだなんだ。アメリカ・ニューヨーク州、保護施設が Facebook に公開した1枚の子犬の写真がアメージングと話題に。その写真が、何がアメージングなのかというと、注目は左耳、模様がルーシー君の顔にそっくり。最初、保護施設のスタッフはこの模様に気づかず、Facebook の反応を受け初めて気づきました。そして写真公開から2時間も経たない間に、新しい家族の一員として迎え入れたいとルーシー君の引き取り手が決定。さらに、イギリスドーバー海峡に接するケント州でも、動物の顔に別の動物の顔が。注目はアヒルのくちばし。明らかに動物の顔が。黒い鼻と白い口周りはまるでボーダーコリー。アヒルの鼻とくちばしの先が黒いのが犬に見える理由。そんな顔に生き物が宿ってしまった動物が日本にも。栃木県宇都宮市、鼻に黒猫がいる猫がいるとネットで話題に。その猫がこの子。注目は鼻先。この画像がツイッターにアップされると1週間で10万いいねを獲得。飼い主さんによると、この鼻の黒猫模様、イギー君を産んだお母さん猫そっくりなんですとのこと。俺すごい嬉しい、なんかゼロに出てる気分。ゼロコラボレーション、あ、嬉しいですね。ちょっと面白いことあるんですか。はい、はいはい、まだまだたくさんあります。今ネット上では自然の中に溶け込んだ動物を探すサイトが大人気になってるんです。例えばこちらです。さあ、この崖の写真の中にある動物が隠れてるんです。皆さん分かりますか。テレビご覧の皆さんも探してみていただいて。オーディエンス、オーディエンスが指さしてる。もう分かったの。どこオーディエンスそんなに参加するんだね。これです。そう、さすがよく分かりました。やっぱこのまますぐ分かるのかな、ね、こちら猫が隠れてるんですね。あ、体の白い模様が雪、黒い模様が影のように見えていて、自然の中にいると意外と分からないものなんです。さあ、もう一枚やってみましょう。こちらです。これは難しい。この中にも動物が隠れてるんです。あ、分かった。え、嘘、違うかな。後ろの方にあの頭から血流した兵隊さんも幽霊じゃないか。お前何が見えてんだよ。分かった分かった。お、そうそうそう、正解。あれ、あの、あ、嬉しそう、嬉しそう、嬉しそう。これでしょ。そう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 、本当だ、何それ。ね、狼なんですね。狼、これ難しいよ。正解、こちら、はい、こちらですね。体の模様が茂みの中で保護色になっていたと。全然わかんない。なるほど。それでは続いてのニュースです。桜井キャスター、お願いします。はい、夏が終わっても大人気の恐怖体験です。恐怖体験。5月3日の朝日新聞デジタルにこんな記事が。噛まれる恐怖体験が人気。その恐怖体験ができるのが標津サーモン科学館。餌のイワシを持った手を水槽に入れると。怖い怖い怖い。二宮さん、いろんな CM 出てる人。はい、サロンパスの CM にもぜひ全力出すんで。ちょっと強引だな。張って寝て気持ちいい。どうすか。近いよ。張って寝て気持ちいい。サロンパス久光。若田純一、なんだよ、今日は一段とキレッキレじゃねえか。あ、お前もしかしてフェイタスナンバーワンのフェイタス Z-α ジクサスを張りやがったな。それ何食べてんの。平本ホケホハイください。ホックホクでクリーミー、平本ホケホハイ。今年の月見バーガーは秘伝のソース、コク極まってうまさ一新、二代目月見バーガー。さらにダブルビーフの月食バーガーも。
恋は爆絶会社ガチャ知るかよ。悪周期隠れてひっそり生きてます。洗濯物を待ちながら目立たぬように騒がぬように隠れて悪臭放ちます。さあ抗菌水でお洗濯届け抗菌水。衣類の奥洗濯槽の隅々まで抗菌水洗浄。隠れてたのにやっぱり違う。抗菌水洗浄広まる。アタックネオ抗菌 EX ダブルパワー。またアタックか。餌のイワシを持った手を水槽に入れると。怖い怖い怖い。何これ手ごとばくり。しかもサメ。サメサメ。でもはい手はこの感じで大丈夫ですよ。サメはサメでもチョウザメ、名前にサメがついているけどアジやサバの仲間で歯がない。卵は世界三大珍味として有名なキャビア。館長さんによると、チョウザメはですね、歯のない代わりに、口が、前の方にボコッと広がるようにできています。で、その広げた勢いで水と一緒に餌を吸い込んで丸飲みにするというようなことをします。お客さんにチョウザメの生態を知ってもらおうと始めた餌やりショー。万が一を考え、お客さんが体験できるのは子供のチョウザメに指を噛まれる指パク体験。観光客が急上昇といえば、5月23日読売新聞の北海道版にこんな記事が。新十津川凛々しい駅長。その凛々しい駅長さんが就任したのは北海道札沼線の JR 新十津川駅。この駅電車が止まるのは1日1本と廃線寸前。ところがその駅長が就任しただけで、お目当ては駅長のこの子。ダラちゃん推定10歳の女の子。とはいえ切符も切れなければ挨拶もしない。唯一の特技は、この子はもう一回も吠えたことないです。皆さんもうおとなしいおとなしいということですぐ撫でてもらってるんで、ただし駅長と触れ合えるのは電車が出発するまでの12分間だけ。それでも奈々ちゃんに会うためだけに来る観光客が。よかった会えてくれ。よかった。1日12分の勤務で奈々ちゃんお疲れ様。かわいい奈々ちゃん。かわいいけどその1個前のチョウザメがすごい。ちょっといいインパクト強すぎて。歯がないって言われてもさ、ね、あんなテンションで来られるとね。そうそうガブだからね。怖い。さあそしてここでもう一つニュースがあるんですか。はい、このスタジオに相葉くんといえばこの動物という、お動物が2匹来てくれているということなんですね。相葉さんこちら自分でどうぞ。自分で僕がここからセルフで。セルフか。いきますよ。あら、わぁ、なになに小さいカゴに。あ、なんか動いてる。結構もうオープンしちゃうよ。待ってね。これとライオンの赤ちゃんです。これすごいね。これ生後2ヶ月半のトラの赤ちゃんのジンジャーちゃん。そしてこちらライオンの1ヶ月半のハッピーちゃん。こっちはおとなしいね。かわいい。足の裏がかわいい。いや爪やばいな。あ、どうですか、どうですか。あ、そんな声出すの。柔らかい。ライオンの喜ぶことって何か知ってるんですか。ライオンはですね、首の周りをマッサージ、ちょっと強めでも大丈夫なんでマッサージしてあげるとすごい喜びます。首の周り、ちょっとやってもらっていいですか。あ、そう、あ、うまい、さすが。ほんと猫ねえ、目がかわいいね。これはすごいな。トラ語喋れるの。当時はね。当時よくトラに会いに行ってる時は、トラにクスクスクスって言うとクスクスクスって返してくれるっていう。
やってみましょうか。じゃあのマイクさん、マイクさん近くまで。いや音声さんなんだ。マイクさん近くまでね。いくよ。クスクスクス。クスクス。クスクス。ん？なに？なに？クスクスクス。ちょっとこれ1週間借りていいですか？では当時の映像で。ドラゴン。ちょうどご飯の時間なので、ご飯、おーすごいすごいすごい、すごい腹減ってたんだな。そう、すごい勢い、おいちおいち、飲んでる顔って笑った顔に見えるよ。目が笑ってる、目が笑ってるみたいな。この手が手かわいいね。かわいい、すげえ虎に餌やってる。すげえ。ダボダボ出ちゃってるけど。ダボダボ出ちゃってるから。出てるの本当に。バー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 みたいな。そして今夜。あ、いる。ゴリラがいた。いた。いた。大型新企画がスタート。さらに、泉ちゃんが母なき怠け者に楽園を。そして、プリンちゃんが初めてのお使いへ。ここまでは花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君か。お好きなの。かわいいな。体を作る、綺麗も作る、自然の生命力が動き出す。資生堂の新ザコラーゲン。The power of dreams。全てが生まれ変わった Nボックス、ついにホンダセンシングを標準装備。歩行者を見つけてハンドルを戻すのを助けてくれる。駐車場でうっかりバックでアクセルを踏み込んでも安心です。事故に遭わない生活を作りたい。新型 Nボックスデビュー。 N4 安心ホンダ。こっち来るの親は心配しなかった？パパとママ大号泣。愛されてるね。久しぶりに会いたいな。これパパからの愛だよって。愛？愛！うわ、なにこれ。新しい iPhone AU ならピタッとプランで簡単に 1ml の軽量ができる発毛剤は、簡単に素早く正確に容器が軽量ボトルになっちゃってる。そう、リアップ X5 プラス、この容器は発明です。大正製薬です。別れちゃったの？いろいろね。いいんじゃない、しばらく好きでいても。おいしい、もう一個。笑え、家族、ずっとここが我が家。トヨタホーム。肌の水分保持能は年齢とともに衰える。ワンバイ構成、日本で唯一のうるおい改善成分を配合。何歳からでもうるおう力は改善できる。構成。つい悩んでしまうのはなりたい私がいるからだ。一歩自分を新しく。東急プラザ。今南極では温暖化の影響でペンギンたちが暮らす海岸の氷が消え、度重なる森林伐採でスリランカの猿は森を奪われ、ゾウは緑が失われた森を出て餌を求めゴミ捨て場へ。そして密猟者の銃で命を落としていくサイたち。そう、今この瞬間にも絶滅の危機にさらされている動物はおよそ25,000種。その命を救い絶滅を止めようと日々活動する人たちは世界中に。その活動を少しでもお手伝いすることができれば、新企画絶滅ゼロ部。志村園長に指名された絶滅ゼロ部部員が